さて、最近高級車を狙った組織的な盗難事件などを聞くことがありますが、他人事ではありません。そこでマイカーを盗難から守ってくれる新商品をご紹介します。アイダエンジニアリングといえばこちら、アクセルペダルの踏み間違いによる事故を防止する装置や侵入防止のボラード、さらにコインパーキングのロック板などさまざまな装置を作られているんですが、今回新商品ができたそうなんです。それがこちらの自動車盗難防止装置、アイシャロックスタンダードモデルです。去年発売したアイシャロックベーシックは、都市部を中心に全国から引き合いがありましたが、それをよりグレードアップさせ、今年6月に新モデルとして発売しました。マンドロさん、これ今アイシャロック新商品が作られているところなんですけど、はいはい、どういった作業が行われているんですか？これはですね、組み立てが完了したんで、最終の出荷前の検査をしているところです。やっぱり一つ一つ手作業で、もちろんそうですね、一品一品細かく、チェックして出荷してます。そもそもなんですけど、どうしてこういったアイシャロックという商品を作ろうと思われたんですか？もともとですね、弊社はテロ対策で、ボラードという、製品を作っておりました。例えば、時速50キロで車が突っ込んできても防止するという装置です。で、その弊社のホームページを見て、自宅につけたいという声が年々ちょっと増えてきてですね、ただそれはやっぱ金額的にもあまり家庭向けではなくて、現実的な商品じゃなくて、簡単に設置できるものが作れないかなということで取り組みました。まず一つ目は、何といっても使い方が簡単なんですよね。はい、このリモコン一つで上昇加工ができます。そしてポイント2つ目なんですが、安全性能です。はい、例えばですね、お子さんが、動いている時に、接触したりとか手を挟まれたりとか、そういった時に停止する機能がついております。そしてポイント3つ目、この先端部分が光ってます。はい、自宅でですね、私有地とはいえ夜間ですよね、その時に、人がぶつかって怪我されるのを懸念してですね、視認性を良くするために LED をつけました。そして最後4つ目のポイントなんですけれども、なんといっても小スペースで設置可能ということなんです。はい、一番のポイントだと思うんですけど、横幅、1350、縦方向が260、そして深さが300ミリで設置できます。本当に手軽に導入しやすいですよね。はい、で今回はこう蓋付きなので、立ち上がった時にでも物が落ち込んだりとか、穴が開くことがないので、より良くなっていますよね。はい、常に利用者の声を聞き開発を続けているアイダエンジニアリング、今後の商品開発への思いを聞きました。この今のモデルをベースに、もう少し、いろんな、便利機能をつけていきたいなと思ってます。で、例えばスマホで操作ができるとか、犯罪者がですね、このポールをこう破壊しているような行為を検知してですね、スマートフォンに連絡していただけるとか、要は目的はやっぱり、愛車を守りたいっていうお客さんに販売するんで、そういった犯罪が、一件でもなくせるような、そういった製品作りを目指したいなと思ってます。はい、気になる方、詳しくはアイダエンジニアリングのホームページを検索してください。